Step 2. 複数回の purification。 X と Z のエラー両方は考えましょう。一般としてはこういう状態になるかもしれませんが、5 plus を作りたい状態でしょう。そして X エラーが欠けてしまう場合になると、その一つのキュビットだけは反転して5 plus になります。そしたら Z のエラーになる場合には、その5 plus か5 minus になって、そして両方のエラーになると X と Z エラーの場合には5 minus になります。これが X エラーの検出の回路なんですが、それが使いたいと思いますが、この回路をこの状態につけるとどうなるでしょう。それがちょっと見てみましょう。まあ、これが変更解消のチャンネルとディーポラライズングチャンネルということには調べてみたいと思いますが、そういう状態だったら、すべてのエラーの種類の確率は一緒になります。それが fx イコール fz イコール fxz になって、こういうふうには書けるんですね。5 plus の状態は、まあ、それが f にはフィデリティなんですが、残りの3つのステート、psi plus、phi minus、psi minus がすべては一緒になって、3分の1イク f になります。これは特別な状態なんですが、これが名前があって、その名前はヴァーナー状態です。そして、これのステートの上には、さっきの X 検出の回路をかけると、成功する確率はこういうふうになります。その成功する場合には、それはまあ、両側の測定のパリティが偶数になる場合には、それが成功して、それがこの確率になります。そして、ピュリフィケーション後の状態なんですが、こういうふうになりますが、新しい F が、まあ、P success 分の1かけるこの、まあ、この表現なんですね。そしたら、X error、XZ error の場合には、その FX dash、FXZ dash が、まあ、こういう表現になって、それから、Z error の場合には、FZ dash には、こういう表現になります。これが、まあ、X error と XZ error が一緒なんですが、Z error だけは違うんですね。そうすると、X と Z、XZ error には抑えてるんですが、Z error だけは増えてしまいます。そして、それが、ピュリフィケーション後の状態はこの状態になります。そしたら、レイとしては述べたいと思いますが、F イコール 0.7。まあ、これは初期状態なんですが、フィデリティが 0.7 で、X エラーの確率は 0.1、XZ エラーも 0.1、Z も 0.1 になります。先の X エラー検出の回路をかけると、それが、まあ、ピュリフィケーションなんですが、それがどんな状態になるんでしょう。まあ、フィデリティは上がります。その左側から右には、まあ少しだけかもしれないんですが、まあ増えましたんですよね。そして X エラーの確率はかなり下がって、XZ エラーの確率もかなり下がって、問題は Z エラーの確率は、まあほぼ倍になってるんですね。まあ、フィデリティは上がりましたから、これが成功したと言えるでしょう。ですが、それがまだ驚きたい状態になってないので、もう一回、ピュリフィケーションをかけたいと思いますが、2回目にかけると、この形になります。フィデリティが下がってしまいました。X エラーはほぼなくなってしまってるし、XZ エラーもほぼなくなってるんですが、Z エラーの確率はまだ増えてます。それもあまり良くないかもしれないんですね。じゃあ、それは1 round、2 round やってたんですが、10回にやるとどうなるんでしょう。こういうふうになります。それがまた、ますます下がってしまいました。ほぼノーエラーのケースとゼロのケースは一緒になってるんですが、フィデリティが2分の1には前近にしているんでしょう。
ですが、これが何かの問題になっているんですね。なんと直したいんですが、まあこれが X エラー検出のシステムだったんですね。X エラー検出としてはその Z エラーが増幅しているんですが、それのせいでフィデリティは下がりましたから、なんと手法があるんでしょう。まあ、X エラーの検出の回路もありますし、Z エラーの検出する回路もありますから、それが交互に行うことはいかがでしょう。それがやってみましょう。これも初期状態なんですが、それが X エラー1回、X エラーのピュリフィケーション1回やって、Z エラーも1回やって、こういう形になります。今回は、フィデリティかなり上がりました。0.7 からまあ 0.8 超えてるんですが。そして、X エラーの確率は下がったし、X エラーも下がったし、ほら、Z エラーの確率も下がりました。で、これが X のエラーと Z エラーは一緒に言うと、1 round と呼んで、2 round にかけると、まだ、フィデリティは高くなりました。すべてのエラーの種類の確率も下がりました。10回連続で同じことにやると、だんだん F が1には前期にはするんでしょう。そしたら、これが理想的の結果になるんですが、嬉しいかもしれませんが、ピュリフィケーションは成功達成と言えるんですが、それのコストはいかがになっているんでしょう。それが次のステップに説明します。